ちょっと、いやジュース飲み、いやもう飲むしかない。お腹減った。べっこべっこ。どのくらい、もう、もし今砂漠にいるとしたらあと2時間で死ぬくらい。いや思い出すなぁ、安内さんからのお腹減ったはちょっとなんか昔を思い出す。勝手にウーバーイーツを送りつけてみた。ケーキ家族おるよね多分。45個でケーキたくさん食べろよ。あのマクドナルド事件送ってほしい。死にそう。あーマクドナイト死にそう。やばい。あーやばい。たくさん食べてね。まあ一人で食べきれる量やろう。さすがに量が気になる。どんだけ量くるんや。お腹の音聞こえるんじゃない。お腹の音集めた。今だった。ちょうどなった。ちょっと多い。やばい。うわ、めっちゃ弱った。ピンポン来たらわかるかな。やばい、来た。ピンポン来た。待って、やばい。やばい。これ見えていいやつ。見え。もう、なんかさ。テイクアウト、オーダー032、ハンバーガー、野菜 L、 野菜ジュースや。野菜ジュース、健康。じゃあ月見バーガー。ちょっと待って。ええ、まずこれ、まあ赤色やから野菜ジュース L ですね、これ。野菜ジュース L が1本。まあ、野菜ジュース L、なんかまた来た。2。野菜ジュース L2 個。野菜ジュース2本。健康大事ですね。あったかい感触がある。え、これ何や。ハンバーガーの、あ、ノーマルハンバーガー。パン、あ、ピクルス1個ついてる。ありがとう。パン、に、普通、あ。野菜ジュース L3 本。普通のハンバーガー1本？バランス悪っ。バランス悪っ。普通逆。1ドリンク3ハンバーガー。今日の空腹は、全部飲み物で満たされる。あれか、砂漠にいるからとか言ったから、砂漠にいるから飲み物くれたんや。
どれも同じ味。これはあれやな、夜ご飯買ってこなあかんな、新しく。これ野菜ジュースを凍らせてアイスにしようかな、シャーベットにしようかな。野菜ジュースを凍らせてシャーベットにしてみた、固形にして食べてみた、食べてみた、食べれるんじゃねこれ。3本もあったら。ウーバーの配達員が迷ってるらしい。また来る。いやさすがに、え、人間の体って 70% は水分でできてるらしい。多分明日にはもうその 70% は野菜ジュースになってる。体の 70% が野菜ジュースなら、四捨五入したら俺は野菜ジュース。待って、ビンボン来た、やばい、待って、やばいやばい、ちょっと待って、やばいやばい、待って、俺はまだ死にたくない。あ、まずこれですね、2袋あります。一袋目、もう形が、見て形が嬉しい、形が嬉しい。開けていきます。まず、あ、たくさん入ってます、この中には。まず一つ目、はい、月見パイ。二つ目、月見パイ。三つ目、月見パイ。はい、ラスト、月見パイ。今机の上に並べられてるのは合計10個の月見パイと3つの野菜ジュース L です。あ、え、でもはい、マクドからまだね、まだ袋あります。なんと、いやー、やっぱさすがに、はい、牛すき月見バーガーか、これが。おー、柚子胡椒マヨソースとバーベキューソースとマスタードが入ってるっていうことは、この袋はナゲット固形物きたー。で、まあ、袋がもう一袋家に届きました。マクドちゃう、145メガ牛丼でっかー。まあ、これ一つだけじゃなくてまだありますね。はい、145メガ牛丼。結構本音を言うと、野菜ジュース飲みすぎてもう何も食べれへん。時を超えて、おいウィー、人生初月見バーガー、人生初月見バーガー。うわ、え、めちゃくちゃうまいっす。うん、ぞ、一本飲み切ったぞ。よしよしよし。